ズデニエク・フジブは、チェコの医師、介護士、政治家。2018年11月から、プラハ市長を務める。チェコ海賊党所属。ズデニエク・フジブは1981年5月21日、チェコ南東部のズリーン近郊のスロビッチンで生まれた。プラハのカレル大学で医学を学び、台湾への留学経験がある。その後、フジブは、介護産業のデジタル化を目指し、 介護業界で管理職を歴任した。2012年以来、彼は非営利団体の創設者権運営責任者として、介護産業に携わるとともに、ヘルスケア商品を買う消費者の消費者保護活動にも取り組んだ。2013年には、富士部は、チェコ海賊党の登録支持者となり、2014年のプラハシギ会議員選挙に出馬したが、落選した。 フジブロシアの反体制派、ボリス・ネムツオフ暗殺事件に関連した広場の解明式で、2020年2月プラハフイブ海賊党は、2018年、プラハ市議会議員選挙で第2党となり、プラハ市議会で全65議席中13議席を獲得し、第3党及び第4党と連立を組んだ。フジブは75,082票もの個人票を得る。 海賊党プラハシ連の中心的人物であり、有力な海賊党の市長候補者であった。2018年11月15日に、プラハシ議会の市長選出選挙において市長に選出され、アドリアーナクルナショバの公認として就任した。2019年4月、市長たるフジ部と中華民国外務大臣を務む省2018年、フジ部は中国大使に、 台湾の代表を追放するよう要請されたが、富士部はこれを拒否した。プラハと北京は姉妹として受結んでおり、これは一つの中国が前提であるが、富士部はこの一つの中国理論を尊重しない方針を示したのである。富士部はまた、文化の政治利用とも言えるプラハフィルハーモニアの中国ツアー開催禁止という中国側の報復措置を批判した。 イギリスガーディアン氏によれば、フジブは、チェコ共和国の人権擁護者としてのイメージを回復させる責務を感じたからだという。2019年1月17日には、フジブは、市議会に対し、2019年1月13日に暗殺されたポーランドグラニスクの元市長であるバベウ・アダモビッチを記念し、プラハの通りの一つを彼にちなんだ名称にへと解消する意向を示した。 2019年6月5日、アダモビッチの名を冠したリーグロビサディ公園内の通りが正式に開通した。2019年12月、フジブはプラハ市長として自由都市の協定に署名した。これは法の支配、社会正義、寛容と文化的多様性を謳うものであり、フジブのこれらの価値観を重視する姿勢が見て取れる。2020年4月にはフジブは 権威的な社会主義時代の象徴たる、ソビエトイバンコネフ像の撤去を命じた。ありがとうございます。